ジャン・デュドネ、1906年7月1日1992年11月29日は、フランスの数学者、エコール・ノルマル・シュペリュール卒、中小大数学、関数解析の研究で知られる。さらに数学史の研究者でもあり、大数的位相幾何学や関数解析学の歴史についての研究がある。彼の、主な業績は、古典群、形式群、 そして現在、でュドネ家軍と呼ばれている、デュドネ感情の家軍論の導入であり、前者の分野で、著しい影響を与えた。位相線形空間の業績も有名である。料理と音楽が趣味であった。料理は、黒うと裸足の腕前であり、来客時には、デュドネが料理を振る舞った。また、幼少時からピアノを習っており、第二次対戦中ですら毎日1時間の練習を、 欠かさなかったという。ブルバキの主要人物であり、アレクサンドル・グロタン・ディークをローラン・シュバルツと共に訓当し、グロタン・ディークと共に、笑顔、ブルバキのペンネームで書いた。特にグロタン・ディークの初期の仕事に非常に大きな影響を与えた。政治的には、ブルバキの他のメンバーの大半が左翼だったもののデュドネは、右翼であった。 詳細は後述するが、全球間にもわたる解析学の教科書を60年代から執筆し始め、こちらも世界的に有名である。また、現代数学のほぼ全てに精通していた貴重な数学者の一人としても有名であり、数学全般にわたる著述も多い。また60年代、フランスの数学教育の現代化を唱え、ユークリッド期科学の廃止を主張した。講演記録。 1973年における純粋数学の一般案内において、数学者を研究テーマや方法により階級分けし、最高貴族から奴隷にまで6段階に分類した。この階級表は講演の末尾に記録がある。純粋数学には貴族理論と奴隷理論があり、神に選ばれた絶対的な崇高なる貴族理論に放出するのが数段を取る下劣な奴隷理論であると定義し、 しかも元は、貴族理論であっても理論が完成したり多分野との交流がなくなったりしてめぼしい問題がなくなり、重箱の隅をつつくような細かい研究に没頭するようになれば、やがて奴隷理論に出するものとデュドネは言う。これによれば真新しいアイデアや理論を想像できる研究者は一部の絶対的存在である先民であり、この先民に該当する数学者は18世紀に8人。 19世紀に30人、20世紀では、ほぼ毎年一人と多めに見積もっても、全体で約150人程度に過ぎず、定理や理論の価値が判断できるのもまたこの選ばれし、階級の数学者のみであると言った。他にも様々な方法で、数学や数学者を分類しており、ウィスコンシン大学にて、ゴミくず論文ばかり大量に執筆されているが、このゴミの山から、 現代数学の創作物を作るのはたやすい。しかし本当にそれは必要なものなのか、よく考えて自制すべきだなど過激な意見を述べ物議をかもしたりした。さらに数学者には戦術家と戦略家の2タイプがおり、前者は古典的手法を主に使って新しいひねりを加える手際の良さがあり、以前試みが回避された回に到達する。一方で、 戦略化得られた解が明らかであるまで徹底的に分析しつくし、とにかくあらゆる概念間の関係が完璧に理解するまで絶対に納得できないタイプだという。特に校舎こそが現代数学の発展には必要で、あるが一部の勘違いした連中や初等数学においてはそうとも言えず誤解されているとも言っている。とはいえ実はこれらは相互的であり、 ブルバキのメンバーはこの両方の考え方が使えるに、登流が多かったとされ、両方使えてこそ、数学のための福利にもなると述べている。他にも、古典主義者、現代主義者、抽象主義者の3タイプにも分類し、ある抽象的な数学理論があったとして、これを評価するならば、全2社ではその理論を古典的、伝統的な内容に適用したとき、多暫な結果が生まれることで評価するが、 抽象主義者は自明ではない結果が出るのであれば、十分有効な理論であると評価するとしている。レオンもチャーンに根回しして、アイヘイズを設立させた。数学者としても非常に優れており、リュドネ理論は現在において非常に重要な理論である。著書、人間精神の名誉のために、で、数学をするとは人間精神の自由な発露であり、 人間精神の名誉ために数学をするという文句を残している。彼はフランス北部ベルギーの近くのリールで生まれた。父は中等教育すら受けていなかったが、織物業界で成功した実業家であり、母は教員でありデュドネの幼少時に読み書きを教えた。第一次大戦が始まると父は徴兵されたが、母と妹とデュドネはしばらくとどまったものの、 スイス経由でパリへと逃れ父と合流し、戦争が終わってリールに戻る1919 19年までパリのリセ・コンドルセで教育を受けた。戦後父に英語を学ぶためにイギリス南部のアイト島のベンブリッジ学校へと留学させられる。ここでの滞在中に大数学を学び始め数学に魅了され数学者を目指すようになった。一年後帰国し、リセ・フェデルブに就学。 父は、デュドネを、実業家にしたかったが、デュドネはどうしても数学者になりたく、父も受け入れざるを得なかった。1924年にエコールノルマル・シュペリュールに、合格したが、2学年上には、ジャンデル・サルトとアンドレベイがおり、1年上には、アンリ・カルタンがおり、同級生には、ポテンシャルロンで有名なマルセル・ブルロと微分幾何学で、有名なシャルル・エーレスマンがいた。一年下には、 ジャック・エル・ブラン、2年下には、クロード・シュバレーもおり、さらに、文系には、レーモン・アロンとジャンポール・サルトルもいた。規定の修学期間である3年で卒業し、アグレガシオンにも合格し、ポール・モンテルのもとで、学位論文を書き始める。テーマは、関数論であり、研究者としては、複素解析の研究からスタートしたわけである。この頃のフランスは、関数論の全盛期であり、 デュドネも、例のごとく、多項式の解析的理論の論文を書いた。後に、デュドネは、それ以外の、どんな分野があるのか知らなかったからだ、と語っている。我が生涯の二大事件と、自身も述べている1934年、彼は、ノルマリアンたちと共に、米油に召集されたが、これが、後のブルバキの始まりである。妻と出会ったのもこの頃であった。 ブルバキュ結成当時の目標は、当時の基準で、現代的な解析協定の執筆であり、大数学、トポロジー、関数解析、軍論といった、最先端の理論を駆使する必要が出てきた。これらの理論の未解決問題等に興味を持たざるを得ず、言論を執筆しながら、線形一層空間の相追性、古典群の構造と同型、 形式軍の構造といった後の仕事へとつながる、着想を得ていった。1971年スティール賞受賞。1931年、学位取得後に最初に就職したのが、ブルターニュ地方の連合大学であり、続いて1937年、ナンシー大学助教授となり、2年先輩であった、ジャンデル・サルトと再会する。彼は、第二次大戦中、直ちに動員され、 フランス軍に属し、フランスが解放されるまで、クレルモンフェラン大学で教育に当たった。1940年にフランスはナチスドイツに敗れ、ナンシー大学は占領軍の支配下にあったため立ち入れなかった。クレルモンフェラン大学には、アルザス地方のストラスブール大学の数学教室も、疎開してきており、ここでカルタントも再開する。ここでローラン・シュバルツとも再会を果たす。 この頃、シュワルツが、デュドネ自身の線形位相空間の相追性に関する理論を関数論に応用したのを見て、学位論文とし、ナンシー大学へ就職させた。1940年代、シュワルツとデュドネは、線形位相空間論の共同研究をし、空間の相追性の論文が生まれたのもこの頃である。余談だが、この論文が1950年頃に、 カルタンの勧めにより、ナンシーに現れたかのアレクサンドル・グロタン・ディークに強い、影響を与えたのはよく知られている事実である。戦後、アンドレ・ベイユの滞在していたサンパウロ大学に滞在。その後一旦帰国して、ナンシー大学に勤めるが、その後またアンアーバーのミシガン大学の、各大学教授を歴任、イゴ・ユーシラによって、アイ・ヘイズが設立されアレクサンドル・グロタン・ディーク。 ルネト村に招かれて、フランスに帰国するまで1953年に、シカゴのノースウェスタン大学数学科に赴任。これらの出張は、子供の教育費稼ぎであったと後に述べている。また、この頃のノースウェスタン大学滞在中に行った講義が後に述べる、現代解析の基礎のもととなっている。ニース大学数学科が1964年に設立されると転任し、 1970年退職。また、彼は、フランス科学アカデミーのメンバーに選ばれた。50歳が定年であったブルバキを定年で辞めてから、ディドネは、あまり教育は好きではなかったが、教育をしなければ、数学の研究はを行えなかったからやむを得ずにやった。しかし、やるからには徹底的に行ったが、 黒板よりも紙を相手にしている方が面白く、下書きなどを丹念に準備しないと大変だった。晩年に教科書を大量に執筆したのも、若い人が困らないようにするためだ、と述べている。また、線形台数と初等期何の前書きでも、一部のブルバキ主義者が、ブルバキ的抽象数学の教育への導入を推進しているが、リュドネ本人はこの現象に興味がなく、 この本も、後世の歴史家のために執筆するのであって、別に自分の意見が教育に取り入れられることについては、関心がないと述べている。彼は、ブルバキの数学言論の構想を練ったことで知られる。特にテュドネは幼い頃から、百科事典などを読むのが好きで、分類などが得意であったため、数学言論執筆にもその才能を十二分に発揮することとなったのである。もし、 ブルバキと出会わなければ、解析学の非常に狭い分野の専門家として、生涯を終えただろう、とも述べている。ブルバキの数学言論の大半は、彼が執筆したとされており、ブルバキの分身と歌われるほどであった。また非常に論争好きな性格であり、数学言論執筆時もメンバーの米ユと激しく、論争し、シュ主レーが仲裁に入ったとされる。 1920年代から多項式間の意であるとして、大数幾科学を捉える研究が始まったが、幾科学的図形は空間の性質に強く依存するため、早急に頓挫し、後にデドネやグロタンディークラブルバキ学派が中心となって、スキーム論に基づく大数幾科学が研究されることとなる。そんな中、ローラン・シュバルツと共に、アレクサンドル・グロタンディークの研究を、 アイヘイズにて1959年から1964年にわたって数年間指導し、大数幾科学のスキーム理論による基礎付けの研究を行ったわけである。この結果は、いわゆる映画として1960年から1968年の間にわたって出版された。後に12章からなる教科書としても計画され、1971年から刊行されたが、 こちらは頓挫して、スカとして、デシラがまとめることとなる。グロタンディークは、非常に優秀な学生であり、むしろデュドネの方がグロタンディークが教わることが多かったと述べており、ピエール・ルネドリーニュとグロタンディークの関係も同様だったようである。またグロタンディークはこのことで1966年、モスクワで開催された国際数学者会議にて、フィールズ賞を受賞することとなるが、 この時死であるデュドネから直接手渡された。このモスクワ会議では、フィールズ賞受賞者4人中3人がブルバキと関係があり、ブルバキのメンバーらも出席しており、ブルバキに支配されていたのではと言われている。ローラン・シュバルツは超関数理論を研究する中、ノルムを入れることができない、位相線形空間を発見し、これをもとに位相線形空間論自体を発展させることとなる。 ディドネとシュワルツは1949年にノルム的性質を持った空間の極限空間となる極初突空間における空間についての論文を協調で発表。この時にいくつか未解決問題もあったものの、直ちにグロタンディークによって完全に解決されることとなる。グロタンディークはさらに研究を推し進め。 位相線形空間のテンソル席を考えて、核空間という新しい概念を導入し、位相線形空間論は急速に発展することとなった。彼自身の手による休巻にわたる解析協定も1963年から執筆が開始された。特にこのフランス語のシリーズの一巻は、現代解析の基礎からの節約であり、英語版は前述の通りノースウェスタン大学での講義が 元となっている。ブルバキ主義を体現した素晴らしい解析学の著作であり、非常に強い影響を与えた。グロタンディークが政治活動により数学から離れていった頃に、デュダネモニース大学に転任し、この解析協定の執筆が本格的に開始されることとなる。これは大学院の関数解析の教科書である。このシリーズには森武氏による 部分約現代解析の基礎の全約が2分冊とそれに続く、関数解析シリーズの一部のわけが2冊の、計4冊、東京図書館もある。また、彼は無限小解析学、線形代数と、初等幾化学、普遍理論、果換代数、代数幾化学、形式群に関する、個人的な読み物を多数、執筆している。70歳を過ぎてからは、 新しい理論を創造する能力が衰えたと感じて、もっぱら数学史の書物の執筆を開始した。しかしながら数学言論の歴史覚え書きの大半は、デュドネやベイユラによって記述されており、この頃から歴史にも興味を持っていたのである。この頃に書かれたもので主要なのは、大数記科学講義、18世紀、19世紀の数学史要約、 歴史書として最後に書かれたのが、大数的位相器科学に関する、大数的位相器科学の歴史である。大数器科学史のものは、デカルトレベルから20世紀のクロタンディークラまでの壮大な歴史を扱った第一巻、セールの観点から当時として現代的な理論を扱った第二巻がある。 大数的位相幾科学史に関するものは当時としては20年前の1960年頃までの展開で終わっているが理由としては2つ挙げられあまりに急速に発展して巨大分野となってしまったことと数学において歴史的判断をするには時間が必要だということである。啓蒙家としてのデュドネを語る上で欠かせないのが1987年に 刊行された一般向けの入門書、人間精神の名誉のために現代の数学である。サブタイトルの現代の数学は、ヤコビカラルジャンドルへ1830年に送られたフランス語の手紙の一節の引用として非常に有名であるが、1947年に、米ユの数学の将来と題する著述の文末にも引用されていた。デュドネは、 本書が発表される以前に、専門家向けに、純粋数学のパノラマと題する同様の趣旨の、数学論を発表しているが、本書はより一般に向けて、数学の素晴らしさを伝えようと書かれたものだが、理系の高校卒業レベルですら現代数学を理解できない現状に鑑みて、一石を投じようとして、デュドネが執筆したのが本書ある。そもそも高校まででは1800年以降に、 発見された数学は何一つ教えられていないとデュドネは言う。しかも1800年以前に発見されていた事実のすべてが教えられているわけではない。多くの数学を応用する人々、特に物理学者などにとっても大半はマクスウェルまでの数学しか不要であると嘆く。デュドネは1800年以前の数学を古典的数学と言い、 それ以降の特に1800年から1930年までに開発された現代的手法の重要性を解き、その全てを理解するには相当努力せねばならないが、考え方を理解するだけであれば、何とか可能ではないかと思って執筆に至った。純粋数学が理解できるのは、全人類の中でもわずか数千人程度しかいないと、ディドネは言う。 現代数学とは関係などをより一般化したものであり、例えば数同士にも関数同士にも成り立つような関係をより抽象化して考えるわけであり、そういった現代数学を啓蒙するために本書を執筆したが、デュドネはあくまで現代数学における事実を述べただけであり、意見を述べたのではないとも述べている。当時のフランスのメディアでは数学だけが 人間精神の名誉となっているわけではない。大げさすぎて時代遅れではないか。さらにはこの本を買いささたのは数学教師ではないかという意見すらあったが、パリのアシェット社の歴史と哲学総書として出版されるや、本書は2ヶ月も経たない間に1万2000冊という数学書としては異例の売り上げを上げ、デュダネ自身が書評番組ベルナール・ピボーのアポストロフに出演し、 同書についてとうとうとまくし立てて注目された。など、ハット ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUJ デュドネ、人間精神の名誉のために、数学参加、高橋玲時役、岩波書店、1989年。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAB。 A.C.A.D.I.A.F.A.G.I.A.J. 高橋玲二、デュドネ、数学セミナー2006年12月号、日本評論者、30から33ページ。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.J. ファング、ブルバキの思想、森武史監役、河村克久役、東京図書、1975年。A.B.C.D.E.F.G.H.I. 関清。 近藤元吉教著、現代数学成立と、課題、協立出版、1977年。ISBN 978から4から535781146。倉田玲二郎、数学の天才と、悪魔たち、ノイマンゲーデルベーユ、河合文化教育研究所、河合ブックレット Q、1987年、55ページ。 ISBN4 から8 7 9 9 9 9ロ8 3 a b 斎藤正彦数のコスモロジーちく書房方ち学芸文コマスサイエンスシリーズ2007年28から29ページジーン・デュードーネオリエンテーション・ジェネラル・でマティミティー・エクスピュアーズ EN1973 ガゼット・でマティミティションズエル・シュバルツ戦いの世紀を生きた数学者 ウェローラン・シュバルツジレン・イアナガ・ケンイチ役、マルゼン、2012年。ISBN 978から4から 621064481L シュバルツ、戦いの世紀を生きた数学者、シモローラン・シュバルツジレン・イアナガ・ケンイチ役、マルゼン、2012年。ISBN 978から4から621064597、森武氏の訳、 現代解析の基礎の役者の言葉ではグラデュエートを大学院と訳すのはそもそも日米教育制度の違いから間違いではないかと述べており英文のままアンダーグラデュエート、グラデュエートと表記されている編集責任者担当数学史の題で岩波書店からの三分冊の和訳がある人間精神の名誉のために数学参加というタイトルで1989年に 岩波書店から翻訳がある。原書では、理系のバカロレア合格程度との説明がある。ありがとうございます。